インド国立トラ保護機構のロゴプロジェクトタイガーは1973年にインド政府によって開始されたベンガルトラ保護プログラムである。ベンガルトラはインドの国の動物であるためこのプロジェクトは減少するこの大型猫類の個体数を食い止めその数を増やすことを目的としている。プロジェクトプロジェクトは1973年4月に インディラガンディ首相の在任中にインド政府によって開始されたベンガルトラ保護プログラムであるカイラッシュさんからがプロジェクトタイガーの初代監督を務めたベンガルトラの自然生息地での生存可能な個体数を確保し絶滅から保護し国内のトラの分布全体の生態系の多様性を可能な限り近く表現する自然遺産として 生物学的に重要な地域を保護することを目的としている。プロジェクトのタスクフォースは、これらの虎の保護区を繁殖核として資格化し、そこから余剰動物は隣接する森林に移動する。プロジェクトの下での生息地保護とリハビリテーションの集中的なプログラムを支援するために資金とコミットメントが集められた。政府は密漁者と戦うために虎保護部隊を設立し、 人間と虎の衝突を最小限に抑えるために村人の移転に資金を提供した。2006年の虎の生息数調査では GIS を使用したカメラトラップと標識の調査から得られた虎、その友取り物、獲物のサイト固有の密度を推定する新しい方法が使用された。これらの調査の結果に基づいて虎の倉庫体数は1.5歳以上の生態を呼び、 和生態の虎1165頭から1657頭までの1411個体と推定された。このプロジェクトのおかげで2015年に発表された生息数調査レポートによると虎の数は2226頭に増加した。州の調査によると虎の個体数は大幅に増加しておりに所属する国立虎保護機構が管理している。ありがとうございます。